どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間に、このちっちゃいウクレレでどんどん音楽楽しめるようになるよということで、日々簡単レッスン公開していきます。今日も張り切っていきますよ。本日は G ラボのガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンでは、こちら初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていきたいと思います。こちら初めてウクレレ、Amazon で即ゲットできますからね、ぜひこれもチェックしてみてください。さあ、ちょっとレッスン入る前にお知らせさせてください。11月11日、ガズレレの日ということで、渋谷でイベント開催です。詳細は今週中に発表できると思いますけど、皆さん今はですね、スマホとか手帳の予定に11月11日渋谷でガズレレの日のガズさんのイベントがある、私はウクレレ持って駆けつける、こうやって記入しておいてください。よろしくお願いします。さあ、今日のレッスンって課題曲発表していきますけど、今めちゃめちゃ熱い曲いきます。朝ドラの、今回の始まった朝ドラのね、主題歌でございます。ブギウギという、ドラマの主題歌で、はい、こちらです。ドーン、ハッピー、星、ブギー。いいですね。これはね、どなたが歌われるかというと、エゴラッピンの中野義恵さんと酒井優さん、趣里さんというね、このブギウギの主人公の、方だということなんですけど、まあ、このね、曲がですね、ものすごくこう、ブギウギなんですよ。すごいこう、ロックンロールというか、ロカビリーというか、ブギウギというか、もうそのね、なんていうの、50年代、60年代の雰囲気満載のかっちょい曲。でも、ちょっとね、ジャズの要素もあってですね、なんかこう、簡単ではないんですけど、そこはガズレレですから、簡単アレンジにしてますからね、皆さん楽しんでいただければと思います。まずいつものように2バージョンいきます。最初のバージョンはですね、初心者さん向けに超シンプル簡単アレンジしてますんで、これいけますからね。ただ、リズムのちょっと取り方がちょっと特徴的なんで、そこだけちょっとね、気をつけて見ておいてください。後半はかっこいいバージョン。後半のかっこいいバージョンはですね、かなりマニアックなことやってますから、こっちはね、かなり面白い。けども、脳トレ要素満載。簡単ではないけど、楽しいですよ。はい、2バージョン、ぜひとも最後までご覧になってください。さあ、皆さん、音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強していただいて、これから自分の手で音楽どんどん生み出しちゃいましょう。楽しいですよ。さあ、レッスン入っていきますよ。ハッピーブギー、まずは初心者さん向け、超シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみる。1、2、3、4。てれんでてんて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 、さん、はい、なーなのこのリズム、文字無力みたい。ブギの意味が私の心軽くするの、青空を羽ばたけるの。朝ドラブギウギの主題歌、ハッピーブギ、ガズレレ流シンプル簡単バージョンをやってみました。なんでしょうこのノリ、これはウキウキしちゃう。もうハッピーブギ、まさにこの曲名の、もう歌詞もですね、すごいの。なんなのこのリズム、無重力みたい、ブギウギが私の心軽くするの、なんつって、もうこれ本当にね、もうキラッキラですよ。もう最高。ちょっと最初びっくりしたでしょ。1弦の7フレットと1弦の6フレットで、タタッタタッタタッタタ、ちょっとここだけいつもとあんまりない。1個の弦だけ弾くやつ。
この辺のね、タイミングがちょっとね、この曲特徴的なんですけど、今の感じでなんかこう、雰囲気掴んでいただけたかなと思います。これかっこいいバージョンでね、ここちゃんとかっこいいコードで再現するからね、ここもちょっとお楽しみにしておいてください。はい、今のバージョンは、朝ドラでやってるオープニングの長さだと思われますね。はい、でもこれでもね、かなり、あの内容はもうね、もうめちゃめちゃ濃いので、ここまで、張り切ってやってみてください。ガズレレの動画はですね、歌詞とコードが表記されてますから、それに合わせて練習してもらって、注目すべきはね、このタイミングなんですよね。僕のデモ演奏を聞いて、このタイミングをよく測ってくださいね。この感覚が結構ね、大事になるかなというふうに思います。あと、すごくこう、口で言ったメロディーとかね、後半のかっこいいバージョンでは、あのベースラインみたいなところね、こんなメロディー。こういうのも弾いて、完全再現してますからね。かっこいいバージョンはね。まあまあ、まずはシンプル簡単バージョン。まずはこの簡単コードで歌ってみようということを主に置いてますからね。まず楽しんでみてください。1個目のゴール設定としてはガズさんの簡単バージョンと一緒に弾いて歌えたらいいと思いますよ。はい。一緒にできるようになったよという方はですね、次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人で、歌ってリズムを生み出して、音楽をこう生み出してほしいなというふうに思うわけですけど、最初から歌詞とコードを丸暗記するのはまあ難しいからね。やっぱり最初は楽譜的なものを見て何回も練習して、いずれは自分の中に落とし込んで覚えちゃって、大空に向かってブギュウギュウギーと歌ったらもう最高だと思いますけどね。はい、まずはね、楽譜を見るのがいいと思います。でも楽譜ってとこにあんのということだと思うんですけど、安心してください。はい、今のガズさんの演奏は、はい、ガズさんのノート、手書きノート38冊目突入してますよ、に書いたこちらのハッピーブギー、このノートを見て、演奏していきました。これもうちょっとしたらカメラにね、こんな風に映して、みんなもこんな風にやってみたらいいさーってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたハッピーブギーを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきたもう膨大な数、山のような楽譜の数の中から毎月5曲、あの曲がいいな、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてガズの手書きの楽譜がダウンロードしてすぐに、活用できますよという画期的なサービスなんですよ。はい。で、このね、ガズクラブは楽譜のダウンロード毎月5曲以外にもいろんなことがあるんです。毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会ガズオンっていうのを行っていたりですね。あとは、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあって、そこで楽譜の管理とかいろんなことをやり取りできるというようなことがあったりとか、もうすごい。あと皆さんの演奏を発表できる場所が、メンバー限定の Facebook ページとかがあってですね、かなりガズクラブ盛り上がってるので、ぜひチェックよろしくお願いします。あと、このガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学という YouTube メンバーシッププログラムをやってます。メンバーシッププログラムが毎月590円で、毎週2回のライブ配信による超濃厚、これ大学ですからね、かなり高難度なことをやるというか面白いですよ。なんですけど、この大学に入るにはやっぱりガズレレプログラム、初心者プログラムで練習してていただいてもらって、16ビートとかぐらいまでは練習した方がより楽しめると思うんで、初心者、始めたばっかりの人はガズレレ大学ちょっと早いと思うんですけど、はい、この辺もね、概要欄に貼っとくんでね、ぜひ見てください。あともう一個、朝7時半からスタンド FM というところでガズのラジオ配信、ガズラジやってます。最近はガズラジの YouTube チャンネルも立ち上がりまして、まあ内容同じなんですけど、毎朝7時半から365日めちゃくちゃ役立ついい話してますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。今言ったこと3点概要欄に貼ってきますんで、見てみてください。それでは楽譜を見ていきましょう。ブギウギ主題歌のハッピーブギー。はい、いいですね。もうこの雰囲気かなりね、たまりません。ウキウキ気分で。ちょっと見ていくとですね、これ最初のさっき言ったほら、1弦の7フレットと6フレット、タタッ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 、これね、3拍のリズムなんですね。ダダッタタッ、ダダッタタッ、だから、1、2、3、1、2、3、ここはちょっと特徴的。だけどあんまりね、意識せずに、ダダッタダッ、ダダッタダッって感じでイメージすると言ってます。で、これ、かっこいいバージョンではね、コードネームがわかんないんで、ちょっと後で書いて、コード1とコード2ということにして、後で解説していきますけど、こんな感じになってます。ここが決めみたいな感じになってますね。で、ここタブーって言うんですけど、このメロディー、ででん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 で、これかっこいいバージョンでここ、弾きますからね。なかなかこれ高難度です。はい。で、ここから A メロが始まっていくんですけど、ちょっとね、今日の楽譜特徴があって、この A メロのこのブロックまでは、ワンブロックがちょっとちっちゃいです。で、こっから通常のワンブロックになっておりますということになってます。ちょっとそこら辺ね、ご注意ください。ここだけ、A メロのところだけワンブロックがちっちゃいということです。はい。こんな感じで写しておくので書いていただくといいと思います。そして今ね、紹介させてもらったガズクラブはですね、めちゃくちゃいいですよ、今日も。ガズのノートの特徴、この歌詞の上に点がついてるじゃないですか、これ。これがリズムのガイドになります。ちょっと言っていきましょう。せーの、さん、はい。なーなの、この、
リズムね、この点でリズムがこう分かるんですね。これがすごいガイドになると思います。あとこのワンブロックに対してのこの言葉の位置の、あの、位置のこの関係とか、あと歌詞カードには出てない。なーんな、この伸ばすところというのは出てないんですよ。これがめちゃめちゃ参考になりますからね、ガズのノート。ガズクラブに入っていただいて、この楽譜、手書きのノートをゲットしてもらうのめちゃくちゃおすすめなんですけど、お時間ある方はね、この通りに書いていただくといいと思います。この辺がちょっとね、あの、キメの、ジャズっぽいキメが入るんですよね。ここちょっと理解できたかな？ここ、大空を羽ばたけるのでここ伸ばしてダーン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 ダダッタダッタダッタダッダンツッツッツって感じなんですよ。ここはちょっと何回もね動画見てタイミングを測ってください。ここのね3連のリズムが入ってくるからややこしいかもしれないね。ここうん、大空を羽ばたけるの1234ダーン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 ダダッタダッタダッタダッダンで G7 でワンツースリーブ止まってでここからブーギーウーギーウーギーって入っていきますという感じですね。はい。じゃあ、ここからブーギーウーギーウーギーのところ。B メロというふうにガズは言ってますけど、ここがね、かっこいいところです。ノリノリのところです。ロックンロールみたい。素晴らしい。はい。で、ここをちょっと見てもらうと、くるっと書いてあって、これね、かっこいいバージョンでは F7 っていうコードを使おうと思います。この響きが素晴らしくいいんですね。あ、ここまだ言い忘れてたけど、ここの C7 のとかっこいいバージョンでは A シャープというコードを押さえていきます。ちょっとコードに、おしゃれなコードに変わってきますから、かっこいいバージョン。下の段に書いてあるコードはかっこいいバージョン。覚えておいてください。そしてですね、これ、あ、そうだ、これさっき言い忘れたね。この F 星っていうコードは、本当はここ F マイナーっていうコードを押さえるとすごくかっこいいんですけど、ちょっと難しいんで、これ F 星ってね、ちょっと今ここに出すけど、C と F を一緒に押さえるってコードなんですよ。これ初心者の方でもちょっといけると思いますね。ちょっとあの冒頭で解説するの忘れて後でまあちょっと触れますけど、はい、ここもだから今言ったように簡単バージョン F 星というガズレレがオリジナルで考えた、簡単コード、かっこいいバージョンで F マイナーというコードに置き換わりますということでございます。はい。あ、でここがね、あの特徴的、あ、これ言い忘れて、この CAUGAUG っていうコードも出てくるんですよ。これ C オーギュメント、これもねちょっと初心者さん出てこないコード、初心者コードではないんですけど、まあでもこれ見てもらったら分かるように簡単でしょ。2個押さえるだけですから、これもちょっと今回は入れてみました。はい、そんな感じですね。だからここでも、ここのちょっとおとなしくなるところ、ここねシンプル簡単バージョンでは2個弾きしましたからね。じゃーん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 じゃんって感じ、ちょっとゆったりした感じになるように2個弾きしました。かっこいいバージョンでここダウンビートって言ってリズム落ちるリズムになるんでね、ここ注目のとこです。でここでダッとこれ C オーギュメントで一発止めて、なんてクールなリズム、ここがまたなんかセクシーな感じですよね。でここでまた G7 でやって、これかっこいいバージョンでここキメを入れて、最後のブーギーウーギーウーギーのこのバースに行って、最後ねここまたダダッタダッタダッタダッて終わるんですよ。今日も明日もブーギーウーギー楽しい、ダダッタダッタダッタダッ C で終わる。こんなのがガズレレ簡単アレンジになってます。長さは朝ドラの多分オープニングの長さというふうになっているという感じでございますね。はい、そしてここからコードをちょっと見ていこうと思うんですけど、今日はそういうわけでね、シンプル簡単バージョンからですね、結構ね、難しいというか、普段見慣れないコード出てくるんですよね。ちょっとコード言ってきますね。ちょっと今日は赤い点がついてるでしょ。この赤い点は後で解説するんですけど、かっこいいバージョンでロカビリービートっていうのを弾きたいんですよね。なんで、その時のちょっと参考なんですけど、一応コードネームだけちょっと今覚えておいてください。C と F と G7 と Dm、C7、D7、Em7、F 欲しいね。さっき言った F と C が一緒に抑えられたというガズレレオリジナルコード。あとこの C オーギュメント、CAUG と書いてオーギュメント。はい。ここまでですね、今シンプル簡単バージョンはこのコードでやりましたと。で、ちょっとこことここ以外はシンプル簡単バージョンのコードなんですよ。今映ってるこの7個はガズレレでは超必殺入門コードのグループ、ガズレレ必須コードなんで、これはまず安心。知らない方、ガズレレ必須コードっていうのをですね、ぜひ覚えてもらいたいということで、概要欄に、覚えられる方、動画貼っとくんで、10個のコード覚えてください。で、今日はですね、さっきも言ったようにちょっとここで解説しましょう。シンプル簡単バージョンでも出てくる、ちょっと見慣れないコード、F 欲しい。これはね、F と C。を同時に押さえる、小指でもいいし薬指でもいいけど小指の方がいいかな、こんな感じですね。ここが B メロのブリワラバイセキスポライ、ここのシルキースポットライトのところで F 欲しい。これはちょっと慣れるといけると思います。 F に C を足す。はい。でもう一個、途中で不意に出てくる C AUG オーギュメントっていうのは C を押さえておいて4弦の1フレット、これだけですから、これ不思議なコード。
これなんかちょっとジャズっぽいおしゃれなコードなんですね。これをね、どうしてもちょっとこの響きを加えたいなということで簡単バージョンでも今回は入れてますんで、この2つちょっとね、張り切ってちょっと弾いてみてくださいということでございます。はい。そしたらですね、かっこいいバージョンの解説にこれから入っていきましょう。今のシンプル簡単バージョンで、まずね、歌の感じとこのテンポ感というかリズム感を掴んでいただくのがいいと思うんですけど、リズムがちょっと特徴的なんですよ。だから、ダダッタダッタダッタダッ、んてれでデレ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 、このね、給付が入ったりなんかするんで、ね、ややこしいんですけど、タイミングよく聞いてくださいね。ちょっともう一回イントロのだけを口で言いますね。ゆっくり。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。ダダッタダッタダッタダッ、うん、たれでデレ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 、はい、なーんなのってこんな感じのリズムです。ここはだから、ダダッタダッタダッタダが3拍子のリズムなんで、ここがちょっとややこしいんだよなということでございます。はい。でね、じゃあ、こっからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、かっこいいバージョンではね、さらにこっからコードが、ハイパーにコードが追加されていきます。どんどん紹介していきましょう。まずはですね、Fm。これ、よく出てくる初心者さん使っちゃうコード。1弦の3フレット、2弦の1フレット、4弦の1フレットをこうやって押さえる。3弦開放弦です。はい。で、これで、親指で、ここ押さえてもいいですよ。これどちらでもいいです。Fm はね、押さえづらいっていうコードで結構有名なんで、Fm だけを濃厚解説してる動画概要欄に貼っとくんで見ておいてください。はい、その次ね、F7。これもね、これ簡単です。F を押さえといて、3弦の3フレット。これがガズレレ式の F7 です。響きは？いいでしょ、こう、渋い感じ。はい。F2、3弦の3フレットを足す。これ F7 です。これは大丈夫だと。次はですね、A シャープ。これもね、初心者のつかかちゃうこと。まず、こことここと。1弦2弦の1フレットと2弦の3フレット、4弦の、あ、じゃあね、1弦2弦の1フレットと3弦の2フレット、4弦の3フレットですね。こうか、あと人差し指で全部押さえちゃってこうか。こんな感じだと思います。A シャープもこれ押さえづらいコードで有名で、質問が多いんで A シャープだけを濃厚してる解説レッスン動画概要欄に貼っとくんで、これも研究して見てみてください。で、今日はですね、さっきのシンプル簡単バージョンでやった。ここで使ったこれをね、コード弾きたいんですけど、これコードネームがもうわからないんで、コード1、コード2ということにしました。はい、もういきなりこんな感じで出します。すごいことになってます。まずコード1は、1弦の7フレットと、2弦の3フレット、3弦の4フレットです。そうするとこんなになるんですよね。こんなになります。こんな感じ。こうよ。1弦7フレット、3弦4フレット、2弦3フレット、4弦は開放弦。はい。で、コード2は、この形のまんま、1個、こっちに下げます。はい。わかる？コード1は、下から7、3、4だったのを、今度1個下げるから、6、2、3になりますね。で、これで、こんな感じで、再現してみました。コードの響きを。だいぶ雰囲気出てると思います。はい。形大丈夫？ 1 弦の7フレット、2弦の3フレット、4弦の、違う。1弦の7フレット、2弦の3フレット、3弦の4フレット。はい。コード1。コード2は、1弦の6フレット、2弦の2フレット、3弦の3フレット。はい。この形パッと行くのね、これね、ロックフォームだと無理ですよ。親指を後ろにやんないと、これ小指届かないからね。はい。ここね、かっこいいから、ちょっとぜひ、このコードマスターしてほしいな。これ、だからコードネームがちょっとよくわかんないんで、コード1、コード2、こんな感じでもう、表記していきますからね。はい。これがちょっと今回かなりスペシャルな感じかなというふうに思います。じゃあ、出てくる、弾き方を紹介しましょう。はい。今日こちらです。ドン。ロカビリービート。出た！ロカビリービートです。ロカビリービートとダウンビート。これ16ビートが参考になります。リズムがドーンと落ちる16ビートが参考になると。あと、カッティング。あとね、この曲がね、シャッフルのリズムで跳ねてるリズムなんですよ。だから、これがキーポイントになります、ね。でね、今日はね、やっぱりちょっと、突筆したいのは、ロカビリービートのこのかっこよさ。今日はもうこの曲のためにこのリズムがあるんじゃないかっていうぐらいのかっこよさです。まず、ひとまず今映ってる弾き方、概要欄に貼ってある、ウクレレでできるリズムのいろいろというところに、濃厚解説レッスン動画がアップロードされておりますね。まずそこでですね、基本的な動画で基本的なことを学んでください。で、今日はね、ちょっとめちゃくちゃ要素が多いんですけども、どんどんいきますからね。まず、イントロからいこうかな。イントロから。もう今日はね、メロディも弾きますからね。まず、さっき出てきたコード。コード1とコード2を、あ、間違えた。はい、これ、1、2、3だからね。ダダスタダッダダスタダ。わかる？チャを使ってます。ダダチャッダダッダダチャッダダです。はい。で、その後、
フレーズ、あの原曲を聞くとこうウッドベースでドゥ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 、これをで弾いちゃおうとウクレレで、これはかなり難易度高いです。タブ譜を出します。タブ譜の読み方わかんない人は概要欄に貼っとくんで研究してください。これはねすぐにはできないからね、最初から言っとくけどめっちゃ難しいです。やってみましょう。こういうメロディーです。ダダン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 ダン。ガザさんもこれはもうめちゃ練習しました。これ弦がね飛んでるんでね、ちょっとやりましょう。まず1弦の3130、ここまでいいね。3130300、これが前半。3130、2弦の30、3弦の0、弦が飛ぶからね、ここ、こんな感じ、早いんですよ。その次後半は1弦の10、2弦の3、3弦の34、2弦の3ですね。後半だけやってみるとこんな感じですね。この2弦の3フレットと3弦の3フレットがこれここの連なってるところがポイントで、ガズさんの場合はでんでんでんでこんな感じで2つここで押さえちゃって、最後こうでんでん、こうかこうか、でん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 みたいな感じでやってますね。ここはまあ練習あるのみなんですけど、ちょっとテンポがね信じられないぐらい早いんですよね。どのくらいかというと、ちょっとやってみると、このぐらいです。はい。で今のタイミング分かった？ダダ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 、こんな感じですかね。ダダ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 、ダダンダン、はい。一回休符が入ってから313になります。このタブ譜をよく見てもらって、ちょっとゆっくりね。じゃあ、練習用でゆっくりやりますね。の、3、はい。うん。なーなのと入っていきます。これはもうね、練習あるのみです。指の使い方、右手の使い方。これね、ハンマリングオンとプリングオンをちょっとやってもいいかもしれない。あ、左手で弦をやっちゃう。ちょっとマニアックですけど、うん、ちょっとこれはまあフレーズ研究してみてくださいね。はい、ガズさんは全部を弾いてるんじゃなくて、これプリングオフって言います。これもこれここの3弦の3、4はハンマリングオンとか使ったりして、ちょっとね右手全部弾かずに、あ、こんな感じ、ちょっとこうサボりを入れてる、わかります？入れてるところはタタンタンタン、ここ2弦の30、ここは弾いてない右手、これハンマリング、これプリングオフって言います。でんだ、ここもハンマリング、あ、プリングオフできるな、これはハンマリングオン、3弦の3、4は1弦の2弦の3フレットと、はい。これハンマリングオンとかプリングオフって この動画めっちゃ参考になるので概要欄に貼っときます。これこういうのを言うんですね。ハンマリングオンっていうのは叩きつける左手で、このプリングオフっていうのは引っ張り下げる、右手を使ってない、こういうのを言うんですよ。これうまいこと混ぜると結構スピーディーなあのフレーズもみんな感じでスイスイといけるようになるんですけど、これはちょっとね最初難しいと思うんです。まあでも基本は今のこのタブーのフレーズになってますんで、ちょっとじっくりやってみてください。はい、じゃあここから A メロですけど、 A メロはこのロカビリービート、これね ご注目ですけど、最後のさっきねこのコード表にここ見てもらった時にこの赤い点、ここをですねロカビリービートではちょっと追加するんですよ。ちょっとどういうことかというと、 C の時はですね2弦の3フレットです。こういうリズムです。わかる？ドンドダンド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 、これロカビリービートってガズレレが言ってるやつなんですよ。リズムは跳ねてるリズムですからね。ドンドタントドンドタント、これよくあるのがドンドダンダドンドダンダになっちゃうんですよ。みんな003、002200、ドドダダドドダダじゃないですよ。ドンドダンドン、下がってください。こうですからね。はい、 C の時は3弦の2フレットで、次 F の時も3弦の2フレットなんですよ。ちょっとやってみましょう。なーなの、この
ですよ。無重力みたい。はい。今度 F を押さえたまんま、ここに、3弦の2フレットをまたこうやって、どんどでんどどんどでんどどんどでんってやります。で、G7 の時はどうするかというと、G7 はそうやって小指で、ここです。2弦の3フレットです。はい。っていうことですよ。じゃあ確認すると C の時は、3弦の2フレット。これで行ったり来たり。F の時も3弦の2フレット行ったり来たり。G7 の時は2弦の3フレット行ったり来たり。こんな風にガズレレではちょっとロカビリービートを表現してます。これはシャッフルのリズムで、やるんで、ここかなり特徴です。今日一番メインで出てくるのこのリズムです。ちょっと A メロで練習しましょう。ワン、ツー、スリー。なーなの。感じです。ドライブ感大事なんですけど、速くならないように気をつけてください。どんどだんどんですから、最後どんどだんどんって下がってくださいね。これが大事ですからね。はい、跳ねたリズムの中で、これ右手はタンタ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 って弾いてるだけですから、まあ疾走ビートというかルンルンビートというか、そんな感じになってます。これが今日欠かせないですからね。で、今の後のところで、今度また伸ばすところで、ダーン、あの、感想みたいなところね。ダーン、ダーン、C オーギュメント G7 で、ダダッダッダダッダダダン、タカタタカタ。はい。ここの今 G7 で止まった後に、タカタタカタ。これね、カッティングなんですよ。左手どこでもいいんで触っといて、こう、右手で、この打楽器みたいな要素をやってます。大空を羽ばたけるのからセットでやってみましょう。せーの、さん、はい。青空を羽ばたけるの。ここからダン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 ダダッ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 ドンチャカチャチャカチャウギウギウギブギウギ、こんな感じ。なかなかのこのリズムのね、ものすごく強烈なことになってるんですけど、ここはもう練習あるのみでございます。で、このブギウギウギのところはもうずっとこのロカビリビーというか、かっこよく響くわけですよ。で、この後半、みんなが夢中、ブギーの通り声を助けてちょうだい。ここで F7 が登場するんですけど、F7 の時はロカビリビートできないんで、まあ、ルンルンビートみたいな感じで、ちょっとここの B メロの後半やってみますね。ブギウギウギ、ブギウギウギ、みんなが夢中。この後は F7 です。ブギーの通り声、ここでまたロカビリートに戻って、C で、スタラッタダッタダッタ。ここ、シャッフルのビートなんで、スタタタタタって書いてあるけど、スタラッタダッタダッタみたいな感じですね。で、この後、ダウンビートです。リズムがドーンと落ちるんですけど、これかなり優しめに弾いてもらいたくて、ダウンビートっていうのはどういうことか、リズムがドーンと落ちるんですけど、参考になるのはね、もう16ビートなんです。この16ビートをもう弾いてる感覚でいいと思います。ちょっとやってみますね。じゃあ今のブギーの通り声を助けてちょうだい。つったたった、ここから。ブギーはならば、今度は F マイナーね。セルキースポーライ。母の向こうに生きてることを感じてる。だからこれはね、あのコード表にはこうやって書いてあるんだけど、これ16ビートみたいに捉えちゃってもらった方がもうね、説明としては早いんですよね。だから、麦わらば、今この FF って2ブロックになってるんだけど、これで今のやつですかね。F マイナー。セキスポーライ、母のぬくもり生きてることが。はい、ここら辺ちょっとね、イメージで掴んでください。16ビートが、もうほぼ16ビートの弾き方です。でもリズムのカウントは8ビートに乗っ取ってるんで、まあまあダウンビートというふうに言ってますけど、こう落ち着いた、茶が入らないね、ソフトに弾くのがポイントになってます。はい。で、その後、あの例のかっこいいやつですよ。C、オーギュメント、C、AU10 で、なんてクールなリズムと。行くんですけど、ここで一回リズムをバシッと止めてですね、ちょっとまたノリを変えるんですけど、その戻ってきた時のノリで G7 でキメが入ります。ちょっと生きてることを感じてるからやりましょう。生きてることを感じてる、ここですね。なんてクールなリズム、この後聞いといてください。リズムG7 で、ツッタダダッカ、ツッタダダカダカダカ。ちょっとこんなイメージですね。チャッパーバジャッカパッパーダダカダカダカ。ちょっとね、わかりづらいかな。チャッタンダジャッカ、チャッタンダダカダカダカ。ちょっとね、
これをやりたいなと思うんです。雰囲気。もう一回ちょっとやってみます。なんてクールなリズム。こんな感じで。ズタンダダカ、ズタンダダカ、ダカ、ダカ。なんとなくこう体で感じ取っていただければ。ゆっくりやりますよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ズタンダ、ジャッカ、ズタンダ、ジャッカ、ジャッカ、ジャッカ、ブーギー、ウギー、ウギー。最後のバースに行きます。最後のバースもですね、ちょっと一回決めがありますね。最後の、エンディングに近いところ、行きます。せーの。ブーギー、ウギー、ウギー、ブーギー、ウギー、ウギー。誰ここね。ここ来るよ。ズタン。決めです。これジャズっぽい感じの決めが入るんですよ。もう一回。最後のところもまたこのダダ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 ダンって C で終わる。で C でなということ。これのリズムもちょっと特徴的ですよね。だから、F7 がまた登場です。最後のパースもう一回いきます。せーの、3、はい。ロカビリビート。ブギ、ブギ、ブギ、ブギ。誰もが笑顔。チッパン。F7。ブギ、ブギ、楽しい。ダダ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  C。ダーンで終わると。いやー、なかなかこうリズムがですね、やっぱこの辺がちょっとジャズっぽい要素もかなりあるのかなというふうに思いますね。だから、ジャズとロックがこう、生まれる、ロックが生まれる前みたいなとこですからね。まあこの辺のニュアンスがおしゃれかっこいいんですよ。まあなんで、簡単ではないんですけど、何回も聞いてこのタイミングを掴んでいただければなというふうに思います。で、今はね、もう、もちろん演奏の解説をもう、みっちみちにしていったわけですけど、やっぱこの曲のすごいやっぱいいとこって歌詞ですよね。なんかもう、この、なんなのこのリズム無重力みたい。なんつうのかな、こう、出会っちゃったな、みたいな。なんかすごくワクワクする。ブギウギな心になる。ね。で、もちろん皆さん、朝ドラ見てる方は、もう朝ドラの、あのドラマを頭に思い浮かべながら、やっぱり思いを込めて歌うのがいいんじゃないかと思います。ちょっとこれね、簡単じゃないですよ。まあ、だけど、じっくり時間かけて、朝ドラがね、終わるぐらいには、形になってるといいなと思います。やっていきましょう。ハッピーブギーガズレレレをかっこいいバージョン、やってみる !1、2、1、2、3、GO!めちゃくちゃこれテンション上がる。難しいっつうかね、奥が深いですよ、これ。あのメロディーとかも、このメロディーとかもあの速さでやるのはもう至難の技だと思うんですけどですね。まあまあ、練習と研究しながらですね、じっくり1ミリずつ積み上げて、連ドラ終わるぐらいにはね、かっこよく弾けてるといいんじゃないかなと思う。楽しんで続けてみてください。さあ、皆さんお知らせです。11月11日、渋谷でガズレレの日のイベントやります。ちょっと今のところは予定だけ入れといて、スマホにぜひともお待ちしてます。待ってますからね。よろしくお願いします。はい、そしてこれ、G ラボではですね、運営スタッフ募集です。皆さん、私たちと一緒にこの、素晴らしいウクレレと笑顔を一緒に届ける仲間募集してますよ。概要欄に詳細貼っておくんでチェックしてみてください。あと、ガズレレのアプリ、ガズレシピに新しい40曲のブロックが追加になっております。このね、新
しいブロックめちゃくちゃいい曲が満載なんですけど、ちょっとアプリのことについてもちょっとこの後解説していきます。ガズレレではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある、清書されてる楽譜でですね、こっちはあのかっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね。でこのアプリ内はいろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね楽譜がですね書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。 Amazon とかあと島村ガキさんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレレではね、ウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これね、ほんとガズレレ楽しんでる方だったらあっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズこれ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中。あと毎週日曜日はね、このガズレレ YouTube でもギター教室ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人もモリモリやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに映ってる水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もねどんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。